こちらの知識は本当か嘘か。水は少量の食塩を加えると早く沸騰する。正解は嘘。実は有意な差は生まれません。それどころかむしろ沸騰するまでの時間が遅くなることもあるのです。とはいえパスタを美味しく茹でることにはなりますよ。コウモリは目が見えない。これも嘘。おそらくはコウモリが夜行性であり聴覚が著しく優れているがために生まれた通念なのでしょう。コウモリは夜になると飛んで食料を探します。その時にはエコロケーションと呼ばれる能力を活用します。しかしだからといって目が見えないわけではありません。コウモリは光の少ない環境に適応した目を持っているんです。シロナガスクジラは体があまりにも大きく、その下の重さはゾウと同じ。これは本当です。ゾウの体はとても大きいんですよ。人の体温は主に頭部から発散される。嘘。このように信じられている一番の理由は、周りの気温が寒い場合に人の体で唯一露出しているのが頭だから。 T シャツ1枚で外に出たとしたら、腕や足、腰、その他の体中の部位から体温を奪われてしまいます。ですから帽子もかぶりましょうね。味覚の分布図を見ると、舌の部分によって感じられる味が違うことになっています。しかしこれも実は嘘。特定の味をより感じることのできる味蕾は確かに存在しますが、舌の一部分が特にその味に特化しているということはありません。研究ではどの場所にも同じくらいの味蕾があり、どこでもどんな味でも感じることができます。シロナガスクジラの舌はというと、プランクトンしか味わえないんでしょうかね。恐竜は巨大だった。一部本当。映画に登場する恐竜は巨大な鱗だらけのトカゲといった風貌をしていますが、実は違います。まずそもそもより小型の恐竜がたくさんいました。そして中には七面鳥や鳩ほどの大きさしかないものもあったのです。またティラノサウルスといった一部の恐竜は、特に若い時代には体表が羽毛に覆われていたとも考えられています。酸素は無色透明である。一部本当。確かに酸素は気体の状態であれば無色透明ですが、しかしこれが液体や固体になると美しいスカイブルーになるのです。カメレオンは周りの景色に合わせて体の色を変えている。嘘。景色に合わせた模様を作り出すのはなかなか骨の折れる作業です。実際は気分や気温、また受け取る日光の量によってもその体色は影響を受けます。気分がリラックスして細胞が伸び伸びした状態のカメレオンは、細胞内の結晶が光の影響を受けます。カメレオンはこの結晶を使って互いにコミュニケーションも取ります。体の色が暗い時は機嫌が悪い時、攻撃的な時です。なので私たちも退散しましょう。ネアンデルタール人は今の人間の祖先である。嘘。確かに私たち人間の祖先と同時期にいた種ではありますが、そもそも生息地が違っていました。ネアンデルタール人は人間の祖先なのではなく、全く別に存在していた種なのです。彼らは発想力に富んでおり、火を使い、道具を使い、薬草を食べ、歯を磨き、かなり人間と近い生活を送っていたようです。ネアンデルタール人は気候変動によって絶滅したのではないかと考えられています。七面鳥は顔を赤らめることがある。本当。感情に関しては人ととてもよく似ています。怒った時や興奮した時、気分が悪い時には首や頭の皮膚が赤くなります。私の兄貴と一緒。ブラックホールは宇宙に開いた穴である。嘘。ブラックホールはとても密度の高い天体で非常に強い重力を持っています。フラミンゴはクールな動物だ。本当。なぜなら足を膝で曲げることができるから。これは嘘。フラミンゴは足を足首で曲げています。実際の膝はもっと体に近い場所で羽毛に覆われています。スーパーのリンゴは新鮮である。一部本当。
収穫時期が8月から11月に広がっているため、スーパーで売られているリンゴは1年前のものである可能性もあります。収穫を終えたリンゴは、ものによってはワックスが塗られ熱風で乾燥されます。そして冷蔵庫で6から12ヶ月保存され、スーパーの売り場に並ぶのです。ボトル入りのミネラルウォーターには賞味期限がある。本当、この期限は水のものではなくボトルのものだったりします。プラスチックが水を漏らし始めると、有害な化学成分が水に溶け出してしまうのです。ティーバッグはうっかりから生まれた発明。本当、20世紀初頭、トーマス・サリバンと呼ばれる人物はシルクの袋に茶葉のサンプルを入れ顧客に送っていました。実際には袋を開けてその茶葉を湯に入れるのが正しい使い方だったのですが、多くの顧客はポットに袋ごと茶葉を入れるのだと勘違いしてしまったのです。やがてこのティーバッグは度重なる改良を経て、糸と紙のタグがつくようになりました。こうして今日私たちがティーバッグと呼んでいるものが完成したのです。雷は一度落ちた場所にはもう落ちない。嘘。エンパイアステートビルはその昔24分の間に8回落雷を経験しています。その時は激しい嵐で、雷は一度落ちた場所にも落ちまくっていたのです。そして落ちた場所がもともと雷の落ちやすい場所だったのであれば、何度も落ちることは通常でも考えられます。人間の体に入っている DNA を引き伸ばすと、太陽と冥王星を余裕で往復できる距離になる。本当。しかも1往復では終わりません。17往復します。まあそんなことをしたら全く姿が変わってしまうかもしれませんが、ワニは世界最古の種の一つである。本当。ワニは2億年前から地球に存在していたのだと言われています。うちの近所のあの人みたいですね。オポッサムは尻尾でぶら下がりながら眠る。嘘。確かにアニメや写真にそんな場面が登場しますが、通常オポッサムはそのような眠り方をしません。尻尾は強靭なため、木の枝などを掴んで体重を支えることはできます。しかしそれを長くはできないのです。大人のオポッサムはこの体勢を長くは保つことができません。あんまり休まらないでしょう。金魚の記憶力はたったの3秒。嘘。色鮮やかな金魚は実は結構賢いんです。ある研究では金魚が2つのクラシック曲を聞き分けることができるということも証明されています。確かにすぐにものを覚えることはできませんが、100回以上実験を繰り返した結果、金魚がものを覚えたという事実もあります。記憶力が3秒では成し遂げることができない芸当です。山椒魚の一種は、学名は噛みそうなので読み上げませんが、7ミリ秒のうちにその舌を体の半分ほどの長さまで伸ばすことができる。本当。これは瞬きの50倍の速度です。味覚の分布図を持ってこなくちゃ。人間はマルチタスキングが可能である。嘘。メールのチェックをして電話で話し、料理をし、いろんなことを同時にやると時間の節約になると思いきや、実は研究ではマルチタスキングが不可能であることが分かっています。人間の脳は同時に一つのタスクしかこなすことができません。ですから私たちはマルチタスキングをしていると錯覚している間、余計な時間が浪費されているのです。注意力も散漫になってしまいます。地球は太陽系で唯一水のある惑星である。嘘。 NASA は木星に地球の2倍の量の水をたたえる海を発見しています。その海は分厚い氷の層の下にあるようです。また火星にも液体の水が流れていることが分かりました。では地球は完全な球形をしている。これも嘘。実際には地球は北極と南極の部分で平たく、赤道付近で膨らんだ形をしています。楕円形に近いんです。ゾンビは実在する。本当。まあ人間が映画に登場するゾンビになることはないでしょうけれど、動物王国にはちゃんとゾンビがいるんです。例えばアリの体を乗っ取るキノコ。
このキノコは特殊な化学物質をアリの脳に流し、その影響を受けたアリは巣を離れてキノコの生育に適した場所へと向かっていきます。世界最大の滝は海の中にある。本当、北欧の海では冷たい海水は暖かい滝よりも密度が高く、滝の落差3キロメートルほどに及びます。世界最小の蜂はアメーバよりも小さい。本当、この蜂にはその他の昆虫同様に目や羽、脳、足、その他の部位があります。しかしその体長は 0.02 ミリメートルしかありません。つまりこの蜂はアメーバなどの単細胞生物よりも小さい計算になります。世の中は白い雪しか存在しない。嘘、街の色を受けていろんな色になるという意味ではなく、例えばカリフォルニア州シエラネバダでは山岳にピンクの雪が降ります。雪は一帯に生息するバクテリアの影響によりピンク色になるのです。北極光には姉妹がいる。本当、オーロラは北極だけで見られるものではなく、南極光と呼ばれるものも存在しています。これは南半球で見られるもので、その地域の冬場によく見られます。原子の 99% 以上は何もない空間である。本当、世界中の人類全員を集め、その構成原子から何もない空間を全て取り除いたとすると、全員がオレンジ1個の中に収まってしまいます。一度やってみたいですね。そうすれば満員バスも問題なし。イルカはお互いを名前で呼び合う。本当、イルカは特定のさえずりによってお互いを呼び分けています。さようなら、今まで魚をありがとう。トイレの水栓は北半球と南半球で渦のでき方が違う。嘘、実はオーストラリアで流そうがフランスで流そうが渦のでき方は変わりません。カタツムリは長い睡眠をとる。本当、3年間寝っぱなしになるカタツムリの種もいるんだそうですよ。サメは一滴の血の匂いを何キロも先から嗅ぐことができる。嘘、確かにサメの脳において匂いを司る部分は非常に発達しています。しかし海はとても広く、一滴の血液が海の中で広がっていくためには相当な時間がかかります。条件の整った日で海流によって運ばれたとしても、サメが感じ取れるのはせいぜいフットボール上数面分ほどの距離を空けてであって、何キロもではありません。ではラストいきましょう。ペンギンは恋の相手にプロポーズをする。本当、ペンギンは生涯を同じ相手と過ごします。つがいになるとオスがメスに愛情の印として小石を渡すのです。素敵。伝説好きの皆さん、こんにちは。今日は宇宙神話を解明していきましょう。スペースシャトルに乗り込んで真相解明に迫りますよ。想像してみてください。ホットココアを飲みながら無重力状態で宇宙を漂っている時、急に宇宙で叫ぶことはできるのだろうか。もしそうなら、その叫び声は誰かに聞こえるだろうかと疑問に思います。映画エイリアンをご覧になった方ならこの答えはお分かりでしょう。宇宙空間では音は聞こえないのです。音が存在しないわけではありません。ただ音が聞こえないだけなのです。この神話を解明するのにクリス・ハドフィールドの右に出る者はいません。彼は宇宙飛行士として生きてきた中で何度も宇宙遊泳を経験しています。宇宙空間の暗闇の中にいると何も聞こえなくなり、聞こえるのは静寂だけとなります。そう、完全な静寂ですが、すぐ近くには巨大な爆発球、太陽があります。ただ音が伝わる媒体がないため爆発音が聞こえないだけなのです。でも宇宙で起こっている全ての音を聞くことができたら、宇宙飛行士にとってはかなり不快なことでしょう。未来のスーパーヒーローになった気分で宇宙を飛び回っていると、流れ星がそばを通り過ぎたとします。でもこれは本当の星なのでしょうか。残念ながら流れ星は星ではありません。地球の大気圏に突入した小さな宇宙石メテオロイドが見事な光のショーを見せているだけなのです。せっかくなのでもう一つの迷信を論破していきましょう。粒
流星はごく稀にしか地球に衝突しないという話を聞いたことがあると思います。恐竜が絶滅するような大災害に一度だけとか、実はそんなことはないんです。科学者たちは毎日約48トンの隕石物質が地球に落下すると見積もっています。しかしそのほとんどは地球の大気圏で蒸発します。その結果、夜空に明るく輝くのが流れ星です。流れ星に願い事をするときは、実は小さなスペースデブリに願い事をしていることを思い出してください。あんまりロマンチックじゃないですけどね。気球で成層圏に飛ぶことはできるのか、できないのか。どうやらできるようです。地球の成層圏は比較的地表に近いところから始まります。地表から11から12キロメートルほど上から始まりますが、そこからが結構長いんです。もし気球で成層圏まで飛ぶとしたら、それなりの装備を用意してください。特別なスーツと呼吸装置が必要です。上空に行くほど空気はかなり薄くなりますからね。もちろん上空まで行くのであれば、地球の湾曲を写真に収める必要があります。ですから専用のカメラなどを入れられるチェストハーネスもお忘れなく。そしてその様子をライブストリーミングで配信するのはどうでしょう。きっと初めての試みに違いありません。あなたが地球を離れてから102日経ったとします。あなたは宇宙での生活にうまく適応しています。しかしあなたの体に奇妙なことが起こっています。背が伸びているようです。そんなことってありえるんでしょうか。大丈夫、心配しないでください。ごく普通のことなんです。厳密に言うと背は伸びていません。これは重力の影響を受けていない時に体に起こる反応です。私たちの体には椎骨や関節の間に自然な空間があります。地球上ではこの空間は重力の力によってほとんど圧迫されています。しかし宇宙では重力の押し付けから解放され、体がどんどん伸びていくのです。そう、宇宙飛行士は長いミッションに参加すると身長が 3% ほど伸びるのです。そしてここで豆知識。 NASA が宇宙服を作る際にはもちろんその点も考慮されて作られているんです。そうすることで宇宙飛行士は常にスーツに余分なスペースを確保することができるのです。宇宙飛行士が地球に戻れば反重力効果は失われます。そのため宇宙服が体にぴったりとフィットするまでの数日間はカプリパンツを履いて過ごすことになるかもしれませんね。飛行中に飛行機のドアが開いて大勢の乗客が羽毛のように大気圏に吸い込まれていくなんていう光景、絶対体験したくないですよね。皆さんも飛行機に乗るとき同じようなことを考えたことがあるのではないでしょうか。もしこれが宇宙で起きたらどうでしょう。一般的に宇宙飛行士がエアロックから吸い込まれたら、その人は焼け死ぬと言われています。これは事実であるばかりでなく、現実はもっとひどいので覚悟してください。宇宙飛行士のクリス・ハドフィールドによると、以下のようなことが起こるそうです。日陰にいる部分はマイナス250度、日光を浴びている部分は250度で焼けます。つまり肺は破壊され、血液がお湯のように沸騰し、火傷をし、凍りつき、呼吸ができずに沸騰するというわけ。怖すぎる。宇宙飛行士は毎日運動しないと気絶してしまうという話を聞いたことはありますか？これは完全な迷信です。先ほど重力の話をしましたが、宇宙には重力がないため、私たちの体は重労働をする必要がないのです。頭の重さを体幹で支える必要もありませんし、宇宙空間では歩くことができないので、足を動かす努力も必要ないのです。そのような生活を半年、あるいは1年続けるとしたらどうでしょう。筋肉がゼリー状になってしまうかもしれません。だから宇宙飛行士は体を鍛えるのです。自分の体を縛ってトレッドミルの上を走ったり、特別なマシンで重量上げをしたりします。そうすることで筋肉が重力の不足をあまり感じないようにするのです。ただし水分補給は必要です。もし私が宇宙飛行士だったら、 NASA におしゃれなボトルを持っていきたいとリクエストするかもしれません。宇宙は焦げたステーキ、あるいはバーベキューソースのような匂いがすると聞いたことがあるのではないでしょうか。この神話はバカバカしいと思う反面、真実でもあるのです。
宇宙飛行士はヘルメットを脱ぐことができないので、宇宙空間にいるときは明らかに匂いを感じることができません。しかし宇宙船がドッキングしてハッチを開けると、その匂いを嗅ぐことができるんです。どうやらこの匂いの原因は宇宙空間に漂う炭化水素の存在にあるようです。考えもしなかった匂いですよね。賢い皆さん、質問です。宇宙飛行士が高速で飛べば1秒たりとも年を取らないと思いますか？そんなことあるわけないと思いますよね。ここで少し整理しておきましょう。まず高速で自動車を走らせる方法はまだ見つかっていません。そのためには膨大なエネルギーが必要で、そのための技術はまだありません。第2に、仮に高速で移動する宇宙船の中に人間を送り込むことができたとしても、その人間は年を取ることになるのです。地球に残った人とは違う年の取り方をしますが、それでも年を取るのです。もしかして不老不死が実現すると思ってました？アバター1をご覧になった方なら、人類がパンドラにたどり着けたのは冷凍睡眠で移動したからだということをきっと覚えていらっしゃると思います。つまり体を凍らせて冷凍ベッドに入れ、何年も年を取らずに旅をするということ。聞こえはいいですが、私たちにはまだそのような技術はないのです。私たちの体は主に水からできていますよね。そして水を凍らせると膨張するんです。だからソーダ缶を冷凍庫に入れたまま放置してはいけないんです。今人の体を凍らせたら、中の水が膨張して組織や臓器を傷つけてしまい、組織や臓器に害を及ぼすのです。だから冷凍睡眠で高精管高校を実現することはできません。少なくとも今はまだですが、ここでとんでもないことを考えました。宇宙飛行士が宇宙遊泳にドローンを持っていったらどうなると思いますか？NASA が設計したドローンでない限り、もしかしたら人間がスーツなしで宇宙に出たら、同じように凍ったり燃えたりするかもしれませんね。まあ想像するのは自由ですから。皆さんはどのようなガソリンを普段お使いでしょうか？私にとってのガソリンはタコスとビール。さておき、ガソリンスタンドのポンプを見ると数字を見つけることができます。これはオクタンの含有量を表しており、レギュラーからプレミアムまでのグレードはこれによって決まります。ガソリンに含まれるオクタンの量がそのガソリンの性質を決めており、それぞれには合ったエンジンが存在します。つまりレギュラーで十分な車にプレミアのガソリンを給油しても、そのパフォーマンスが向上したり、エンジンが長持ちしたりするということはないのです。車に合ったガソリンを購入するようにしてください。その方がお財布にも優しいですよ。さて、寒い朝にタンクを満タンにするとガソリンをより多く入れられるという通説もあるようです。これによってお得な買い物をしようという人もいますが、これもまた嘘。ガソリンスタンドのタンクは地下深くに埋まっているため、気温の影響をあまり受けません。トイレの水は北半球か南半球かによって流れる方向が違うと信じられています。具体的には北半球の場合は時計回り、そして南半球の場合は反時計回りに動くということです。理論上コリオリ効果によって水はそのように動くと思われているのですが、実のところこの水の流れは水がどちらの方向から落ちてくるのかによるところの方がずっと大きいのです。そのため水の流れは場所に大きく依存はしません。雷の最中、隠れる場所がないとき、雷が一度落ちた場所を安全だと思ってはいけません。え？でも雷は同じ場所には落ちないって言われているのに。実は雷は同じ場所に簡単に落ちるのです。そもそも一度落ちた場所は雷が落ちやすいということ。二度目がいつ落ちてくるか分かったものではありません。最善の対策は金属から身を離してシェルターに入ること。水泳前に食事をとると足がつってしまうので危険だと言われていますね。しかし水泳前にお腹がいっぱいな時に起こる不都合は、せいぜい息がしづらいという程度です。お腹が落ち着くまでは浅瀬にいたいということに関しては同じですが、万里の長城は宇宙からでも肉眼で見えると言われています。しかしそんな距離から見える建造物なんて地球にありはしません。夜側の地球では建物の明かりを見ることができますけどね。
史上最高の物理学者の一人、アルベルト・アインシュタインは昔、数学が苦手だったという噂があります。学校で落第したというのです。確かに影響のない入試などに落ちたことはあったようですが、アインシュタインは数学が非常に得意で、12歳の頃には自分オリジナルのピタゴラスの定理の証明を完成させてしまっていました。非常に早熟だったようです。春がやってきましたね。鳥のヒナたちにとっては苦難の時期です。鳥のヒナは巣から危険な場所に落ちてしまうことが多々あります。人の手で安全な場所に移してあげたいというのが人情ですが、そんな時皆さんは人が手で触れると親鳥がヒナを受け入れなくなってしまうという噂を聞いたことがあるかもしれませんね。でも実はこれ大きな間違い。鳥は嗅覚が非常に鈍く、ヒナについた人の匂いが分かりません。ですから必要な時はできるだけ保護してあげるようにしましょう。人は大きな脳を持っているのにその 10% しか使用していないと言われていますが、これも嘘。実は人間は脳の全体をしっかり使っています。ただそれぞれの部位が働くタイミングがまちまちなだけなのです。寒い季節に車のエンジンを温めなくてはならなかったのはもう昔のこと。でも未だにこれを習慣としている人もいるようです。現代の自動車は昔のものと違い、むしろエンジンをアイドリング状態にしているとよくありません。エンジンを温めるのに必要なのはたったの30秒。コウモリは目が悪いという通説も間違っています。確かに音波で物の場所を把握することには長けているものの、コウモリは非常に目が良いのです。テレビやパソコンを長時間眺めていても目が視覚にはなりません。ただ目が疲れているだけ。ドライアイを防ぐために瞬きをちゃんとすれば問題はないはずです。薄毛は男性にとって自然に起こること。かつてはシャンプーや整髪料、日光、帽子、男性ホルモンの量などが原因だと考えられていましたが、これは完全なる遺伝です。母親からも父親からも遺伝することがあるのは知られていますが、父親から受け継ぐことの方が多いと言われています。ガムをうっかり飲み込んでしまったとしても大丈夫。7年後にお腹から出てくることはありません。人の胃はガムくらいなら簡単に消化して排泄してしまいます。メイクは時間が経っても悪くならないから大量買いするとお得。ところがどっこい、メイクには使用期限があります。お肌に悪いバイ菌が繁殖してしまう恐れもあるのです。1年おきに新品と入れ替えるようにしましょう。またメイクがお肌に悪いというのもただの通説。むしろ悪い空気などからお肌を守ってくれるのだと言います。ただ寝る前にちゃんと落とすのは忘れずに。世界中で一目置かれているバイキング、彼らは勇敢な戦士で角の生えた兜をかぶっていたと思われています。しかし史実では角の生えた兜は使われていませんでした。このステレオタイプはワグナーが19世紀に作曲したオペラによって作られ、それ以来バイキングといえば角の生えた兜ということになったのです。赤い服を着て牛に近づくなと言われたことはありませんか。しかし牛は色を見分けられないため服の色に気をつける必要はありません。牛が服を追いかけるのはそれがひらひら動くから。一方牛とは違い犬は色が見分けられると言われています。しかしその見え方は人とはちょっと違うようです。ダチョウは身の危険を感じると頭や首を地面に横たえ保護色で隠れようとします。と同時にその姿はまるで頭を地面に埋めているかのように見えます。そこからダチョウは驚くと頭を隠すという通説ができたのですが、これも本当ではありません。そんなことをしたら息ができませんからね。スコットランドのコーチは美しい景色やキルト、バグパイプの音を連想させます。それからゴルフもありますね。しかしバグパイプは元来スコットランドのものではありません。ヨーロッパでこの音色が鳴り響く何世紀も前、もともとは中東で生まれた楽器なのです。深い眠りに落ちた人は呼吸も深くなり、うっかりいろいろなものを口に入れたりすることがあります。そのため人は1年で平均すると7匹のクモを飲み込んでいることになるのだと言われています。しかしこれも違います。クモからしてみれば大きな音を立てる肉の塊なんて餌にもなりはしないわけで、そんなところに用はないのですから。人の爪の伸びる長さは違っています。
手や指を酷使すると、その爪の成長が促進されます。そのため、利き手の方が爪の伸びが早いと言われています。忍者のあの有名な衣装は一色だけではありませんでした。その時と場合に合わせて様々な色を着て周囲に溶け込んだのだと言われています。毛を剃ると濃くなったり色を変えたりして生えてくる、剛毛になるというのは嘘、単に伸びてくる毛の断面がそう見せているだけです。金魚の記憶力は3秒よりもずっと長く、3ヶ月もものを覚えていることができます。同じ場所で餌をやり続けると芸を教えることもできるのだとか。カメレオンの体の色は多くの場合茶色や緑色で、もともと周囲の環境に溶け込む色になっています。そう、カメレオンは体の色を変えずとも隠れていられるのです。むしろその能力は互いとのコミュニケーションや体温調節に使われるのだとか。地震の最中、戸口が一番安全だという噂を聞いたことがある人はご注意。本当は揺れが収まるまで机やテーブルの下に隠れるが正解です。アニメに出てくるオポッサムは尻尾で枝にぶら下がって登場します。確かに短時間であればぶら下がることもできるようですが、それ以上は体が重すぎて無理なようです。年老いた犬に新しい芸は教えられないという通説。確かに子犬であれば覚えも早いですが、だからといって年老いた犬が何も覚えないわけではありません。しかし顔を舐めさせることは避けた方がいいかもしれませんね。犬の唾液はアルカリ度が高く雑菌の繁殖を抑えますが、それでも口の中はばい菌だらけです。いやでもワンちゃんとキスはしたいですかね。人類史上強大な皇帝として君臨したナポレオン、しかし現代になるとその背が低かったのではないかと言われるようになりました。しかし実際は彼の167センチメートルという身長は当時の平均を超える高さ、フランスのバスケットボールチームのエースだったとも言われています。まあこれは私が今作った通説ですけどね。今回我々が向かうのは歴史の旅。古代の石像が全て白いという神話を打ち砕きに行きます。様々な美術館巡りやタイムトラベルを経て、当時の石像がどのような姿であったのかを見ていくことにしましょう。旅のスタート地点はニューヨーク、かの有名なメトロポリタン美術館。その巨大な建物の中へ入るとしましょう。通りを渡っていくと、そこには古代ギリシャとローマの石像からなる世界最大級のコレクションがお目見えします。立ち並ぶ石像の特徴はどれも真っ白であること。当然ながら大理石で作られているこれらの石像が白いことに疑問はありません。これは何世紀もの間にわたって歴史家や考古学者が当然としてきたことです。しかしそれは本当なのでしょうか。石像はずっと白かったのでしょうか。実はこの議論は過去数十年の間にようやくなされ始めたものでした。そして1980年代に彩色された古代ギリシャの彫像が発掘されることとなったのです。この新発見は新たな疑問を呼び起こしました。実は古代の石像はどれも彩色されていたのではないのだろうか。その作品をよく見てみましょう。こちらのギリシャの石像は紀元前3世紀のもの。発見された当時、石像は元の姿を保ち全体に色が塗られていました。そのピンクの色は目を凝らさずとも見え、ところどころに赤や青の顔料も使われていました。問題はこの石像が例外だったというわけではなかったところにあります。これがむしろ一般的な石像の姿だったのです。実は古代文明は石像を鮮やかな極彩色で彩っていました。しかし歴史をたどる過程のどこかにおいてその情報が欠落してしまったのです。研究者によれば、石像に色をつけるという行為は、それを人々の現実の世界に近しい存在たらしめる意味合いがありました。現実世界の人々はカラフルな世界で暮らしています。ですから、石像もそうあるべきだというのです。では、少し時代を遡り、一体どういういきさつで石像が白くなったのかを知ることにしましょう。なぜ現代の美術館に並ぶ石像は見るものすべて真っ白なんでしょうか。皆さんはミケランジェロという芸術家をご存知でしょうか。彼はかの有名なダビデ像を作り、システィーナ礼拝堂の天井を描いたイタリア人彫刻家です。彼はルネサンス期を代表する偉人の一人でした。
ルネサンス期はヨーロッパ人の芸術家や哲学家、科学者が新たな目を古代ギリシャやローマに向けた時代でした。ですからミケランジェロも古代ローマの彫刻を勉強したのです。例えばこのラオコーン像、ルネサンス期の人々はこの生き生きとした姿と純白の大理石に心を奪われました。しかしここで彼が一つ知らなかったことは、彩色された石像が色褪せてしまっていたという事実でした。当時はそれを知る技術がなかったのです。古代の像は長らく地中に埋まっているか、大気にさらされているかといった状態で発見されます。このラオコーン像も例えば蛇やマントには色がつけられていただろうと推測されています。ルネサンス期の芸術家はこれらの出土した石像を参考にしながら、自分たちの作品も大理石そのままの白で作ったのです。そしてその上から彩色を施すということはしませんでした。彼らなりに古代のやり方を尊重した結果だったのです。ミケランジェロの一派が作り出した作品は、その後の彫刻にも多大な影響を与えました。こうして手法は特に疑問を抱かれることもなく、近代へと伝わったのです。しかし、今になって古代の石像を見てみれば、それらが彩色されていたという証拠がゴロゴロと出てきます。実は石像に色がつけられていたことは、過去100年の間に発見されていた事実だという調査結果もあります。あるいはそれよりも昔に発見されていただろうという研究もあります。1980年代初頭に考古学者ヴィンセンツ・ブリンクマンが偉大な発見をしました。彼はルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで学生をしていた頃、古代ギリシャの石像の多彩装飾を検知する技術を開発したのです。多彩装飾とは複数の色による彩色を行う技術。ブリンクマンは色を発見した際に、その他の研究者がこのことに全く言及していなかったことに疑問を抱きました。というのも、古代の石像に色がついていたという発見は彼が生まれるずっと前に起こっていたのです。1700年に南イタリアでヴェスヴィオ山の溶岩に埋まってしまった都市ポンペイの発掘調査が行われました。ポンペイは火山によって破壊され、その灰に埋まった結果、多くの都市構造がそのまま守られる形で残った遺跡です。歴史家や考古学者にとって、このポンペイは古代ローマの生活を知る上での非常に重要な遺跡となりました。保存状態の良いフレスコ画にはローマ人たちの日々の生活風景も描かれていました。フレスコ画のうちの一つには、彫像に色を塗る芸術家の姿も描かれていたのです。この事実は有名な美術史家ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンによって発見されました。彼は美術史の父とも称される人物です。また別の有名な像も見てみましょう。実際の像を見るためにはローマへ向かい、バチカン美術館へ行く必要があります。九段の像はアウグストゥスをかたどったもの。アウグストゥスはローマの初代皇帝で、ローマの建国者です。作品名はプリマポルタのアウグストゥス。歴史の教科書で写真を見たことがあるかもしれません。実はアウグストゥスは常に白い彫像の姿で知られていますが、1860年の発見記録によれば、発掘された彫像は今よりもずっと色彩豊かなものでした。考古学者によれば、プリマポルタのアウグストゥスは深紅のチュニックに黄色い鎧を着、紫のマントを羽織っていました。これらの色は現代のように合成されるものではなく、天然の顔料によって得られるものでした。ですから例えば紫という色は非常に作り出すのが難しいものだったのです。当時は珍しい種類のカタツムリの粘液を利用していました。つまり紫の色を作品や衣服に使用できる人物は非常に裕福だったことがうかがえるのです。さて、これだけの事実が揃えば、古代の石像が必ずしも真っ白ではないということがわかるでしょう。しかし現代の美術館を見れば、古代の色彩豊かな石像が積極的に展示されていたとは到底思えません。先ほど登場した考古学者ブリンクマンは、1980年代から多彩装飾のデータを集めていた人物です。彼はある時点で石像に色をつけたレプリカを作成していました。そのためにはかなりの労力が必要だったようです。彼は再現をするために石膏の 3D コピーを作成した後に、それらを妻と協力して手作業で着色しました。
オリジナルの石像に使用されていた色を見つけるためにブリンクマンが使用したのは紫外線ライト。特定の色素はこの光を当てると輝くのです。普通では見落とす痕跡をこの方法なら拾うことができます。例えばこの色彩豊かなイテの像、なんという色鮮やかさでしょう。この作品は騎兵の姿をしたイテのレプリカです。その色を正確に再現するためにこの作品が発見された地域の歴史調査を念入りに行う必要がありました。場所はその色味に大きな影響を与えるのです。それと紫外線技術を組み合わせることでこのような再現が実現したのです。ギリシャ人たちがどのように石像を作ったかは分かっていませんが、この作品はかなりオリジナルに近いだろうと言われています。ブリンクマンによれば古代西ヨーロッパ文明が明るい色を使ったことは驚くほどのことでもないのだと言います。ローマ人もギリシャ人ももともとはエジプト文明やメソポタミア文明、アジア圏の影響を強く受けています。例えばこの有名なエジプトのスフィンクス、もともとこのような石材そのままの姿だと信じている人も多いでしょう。しかし実はそうではなかったのです。最近の研究と VR による再現によってこのスフィンクスは非常に色彩豊かに作られていたことが分かっています。体部分はテラコッタに塗られ、ヘッドドレスは金と青に塗られていました。どの色も当時のエジプトでは非常に重要な意味を持つ色でした。ファラオの姿を描くときにしか使ってはならない色だったのです。その姿はまるで悪夢から飛び出してきたかのよう。実在する証拠はないものの、それらにまつわる逸話は実にリアルです。さあ、何世代にもわたって語り継がれるユーマの伝説をご紹介しましょう。皆さんの好きな生物も登場するかもしれませんね。最初のユーマはビッグフット。見た目は類人猿のようで巨大な足跡を残すことで知られています。ビッグフットの伝説はアメリカの太平洋岸北西部で語り継がれており、似たような生物の目撃情報が各地で報告されています。例えばモンゴロンモンスター、別名アリゾナビッグフットはモンゴロンリムという場所で目撃情報が上がっています。背の高さは2メートルで大きな赤い目を持ち、顔を除く体中が赤茶色あるいは黒い体毛で覆われています。コヨーテや鳥、その他の野生動物の声を真似し、同時に笛のような音を出すと言われています。辺りが暗くなるとキャンプ場を徘徊する習性を持ち、枝や松などの木の葉を使って巣を作ります。出現地域に立ち入った時に見えないところから石が飛んできたら、その正体はモンゴロンモンスターに違いありません。この生物は雑食で植物も動物も見境なく食らいます。夜の間に活動し、不運にも森に迷い込んだ獲物を食らうのだといいます。ウラユリ、アラスカの南西部森林地帯に潜む身長3メートルの生物です。その姿は手足が異様に長い巨大な獣で、伝説によれば腕を伸ばすと足首をつかめるほど長いと言われています。体は分厚い毛皮に覆われており、唯一毛がないのは不気味な輝く目のみ。伝説上のウラユリはこの光る目を使って獲物に催眠術をかけます。もっともその相手はほとんどが鹿、人間には優しく危害を加えません。ウラユリは単なるビッグフットの亜種であるとする説もあります。ウェンディゴ、北アメリカ北部の森林に隠れ住むと言われる恐ろしい生き物。遭難者を求めて常にさまよい歩く怪物です。もともとは自分自身も道に迷った狩人で、いてつく極寒の世界が彼を骨張った体と干からびた肌を持つ身長5メートルの怪物へと変貌させました。ウェンディゴの名が物語に登場し始めたのは20世紀頃。それ以来人々は長く寒い冬の間に森を動き回っては人を暗闇に引き込むこの怪物の話をし続けています。ワースコの怪物、この恐ろしい生き物は半分が人、もう半分がヤギという風貌をしています。アイランドモンスターとも呼ばれる生き物で、背の高さは2メートル、非常に力が強く車のタイヤをプラスチックのおもちゃのごとく投げ飛ばすことができます。最も恐ろしい登場の仕方は梢から滑空し、走っている車のフードの真上に降りてくるというもの。その存在が報告された時もそのような遭遇事件だったのだといいます。
ワース湖はダラスの西、フォートワースの東に位置します。この湖の真ん中にはグリーア島と呼ばれる場所があり、伝説ではここが怪物の根城となっています。怪物がいないことを証明する、肝試しをするといった目的で訪れる人は多く、未だに多くの人がこの島を探索しています。暗闇に潜む赤い目のモンスター、1960年代に報告された人型生物モスマンです。目撃情報が上がった場所はウェストバージニア州ポイントプレザント。1966年11月15日の寒い夜、あるカップルが警察に輝く赤い目をした灰色の巨大生物を見たと通報しました。その姿はまるで幅3メートルの翼を広げた人のようなものだったのだといいます。その日から数日間、同様の生物を見たという目撃証言が増えていきましたが、結局大学の生物学者がこの特徴はカナダヅルのものだと断定したことで、一旦騒ぎは収まりました。カナダヅルは北アメリカに生息するツルで、背の高さはほぼ人間と同じ、翼の幅は3メートルで、目の周りに赤いブチがあります。この巨大な鳥が大移動をする最中に目撃されたことで、この伝説が生まれたというのが多くの人の信じるところです。今のところはフレズノナイトクローラー、モンスターとしてはさほど背の高くない部類で、身長は 1.5 メートル。上半身は小さく、身長のほとんどを足が占めます。現状の目撃情報は2度。一度はカリフォルニア州フレズノで、もう一度はカリフォルニア州ヨセミテ国立公園です。どちらも画質の悪い映像が残されているのみで、上半身の詳細についてはよくわかっていません。しかし、少なくともその体が細く、色が白いことは分かっています。腕は持っていないのか、存在の確認はできていません。足先は小さな鳥の足のような形をしています。スライドロックボルターという生物をご存知でしょうか。コロラド山脈のどこかに潜んでいると言われる怪物です。特にテルライドの近く、リザードヘッド山周辺にいると言われており、スライドロックボルターは陸上のリバイア山のような怪物で、リザードヘッド山の山頂に伏せて、その目で周辺を見渡すのだそうです。山頂でじっと待つ間、鍵爪のついた尾は下向きに垂れ下がります。縄張りに何かが侵入すると、山肌を一気に滑り降り、鋭い歯の並ぶ口を大きく開け、炭鉱労働者だろうと、遭難者だろうと、木こりだろうと、何でも捕らえてしまいます。伝説ではこの生き物は100年もの間、木々の間を滑り続け、野生動物を喰らい続けてきたのだそうです。今までご紹介した中で一番怖い怪物かもしれません。アルタマハッハはジョージア州南東部アルタマハ川の河口付近に潜む海の怪物です。アルタマハ川はジョージア州で最大級の川で、大西洋に流れ込んでいます。河口は無数の島や水路、堤防、池、湿地、古い田んぼなどといった地形に取り巻かれており、怪物が潜むのにはうってつけです。伝説ではこの怪物はチョウザメのような体を持ち、骨張った突起を持っていると伝えられており、鼻先はワニに似ており、胸びれを使ってイルカのように泳ぎます。歯は鋭く巨大で、ギョロギョロした大きな目を持っています。体の色は緑か灰色で、腹はクリーム色、体長は9メートルに達します。アルタマハ歯が実在するという証拠はありませんが、吠える蛇のようなモンスターについての伝説は何世紀も前から伝えられているようです。ネス湖の怪物、またの名をネッシー。この伝説は古く、ピクト人と呼ばれるスコットランドの古代人まで遡ります。伝説が有名になり始めたのは1930年代のこと。当時ネス湖のそばを通る道路が開通し、その景色が一望できるようになりました。そんな中、1933年の4月にあるカップルが巨大な怪物がその湖にいることを突き止めたのです。その姿はまるで恐竜かドラゴンのようだったという証言から、多くの人がその姿を海の恐竜であるプレシオサウルスとして想像したのです。ネッシーはカップルの乗る車の前を通り過ぎると、再び水中へと消えていきました。そしてさらにその年の暮れ頃、大きな足跡も発見されることになりました。足跡の主は
体長6メートルほどの柔らかい足を持った生き物であると想像されました。後にこの足跡はカバが残すものと非常に似ているという話が持ち上がり、また科学的に見るとネス湖には巨大生物が生きられるほどの養分が存在しないということも分かりました。食物連鎖の頂点にネッシーを置いた場合、十分な獲物の数が存在しないのです。しかしこの巨大な怪物についての伝説は未だに語り継がれ、世界中の人が暗くよどんだネス湖の水の中に何かが潜んでいるのではないかと想像を膨らませています。ぬるぬるした生き物のお話。多くの人はカタツムリが殻をかぶったナメクジだと思っていますよね。でもその見た目に反してこの2つは全く違う種類の生き物です。ナメクジが殻を必要としないのは内臓が体の内側に存在しているから。このために体は変幻自在で小さな隙間も通ることができます。ナメクジが木の皮の裏や図書館の棚など思いがけない場所にいるのはこれが理由です。これに対してカタツムリは殻としっかりつながった体を持っているため、殻なしでは生きられません。ヤドカリは体の成長に合わせて殻を取り替えて生活する生き物ですが、カタツムリは生まれつき殻を持っています。小さなカタツムリは今にも壊れそうな透明なカプセルのようなものを背負って生まれ、これがカルシウムを集めて大きく硬い立派な殻へと成長するのです。そしてカタツムリの内臓は殻の中にあります。言い換えれば殻が潰れてしまえばカタツムリは助からないということ。それでも殻のちょっとしたひび割れ程度であればタンパク質とカルシウムを分泌することで自己修復することができます。そういう意味ではカタツムリはカメと似ていると言えないこともありません。というのもカメの甲羅も体と一体化しているからです。立派な体の一部であるため中に体を隠せるとはいえ、骨と甲羅は完全にくっついています。そしてその他の骨と同様に甲羅も体に合わせて成長していくのです。コアラはユーカリの葉だけを食べて暮らしていますが、ユーカリの葉には600の違った種類が存在します。その中でコアラが口にするのはたったの30種類、 5% なんです。ですからグルメなコアラを育てるためには正しい種類のユーカリを用意する必要があります。実はコアラは家猫と意外な共通点があり、1日に18から20時間の睡眠をとります。ホッキョクグマは全くもって白いクマではありません。実は皮膚の色は真っ黒。しかし雪景色の中で狩りをする際には白い色を保護色として利用する必要があります。黒い体色は太陽光を効率よく吸収し、同時に白い毛は太陽光を反射せず透過する仕組みになっています。つまりある意味ではホッキョクグマは透明な毛皮を持っているということになるのです。猫と犬が白黒の世界を見ているという通説もありますね。もちろん犬の視点そのものを体験したことがある人はいません。しかし2つの色は判別することができるという説も存在します。その色は青と黄色である可能性が高いようです。しかしその他の色に関しては人よりもさらに見分ける力が高いという説もあります。猫は非常に夜目の利く動物で、人間が暗闇を見るのに必要な光の7分の1の量で物を見ることができます。キリンはもともと鳴かないと思われていました。しかし近年になって夜の間には低周波の音を出し、互いにコミュニケーションをとっていることが分かりました。とはいえ日中は全く鳴かないため、仲間に危険を教えるときには一風変わった行動をとります。それはふさふさの眉毛を動かすという方法。夜間ではこの眉毛が見づらいため音での交信をすることになるようです。せっかくキリンの話題になったので、キリンは1日に30分しか寝ないと思われていました。もちろん人間ほどは寝ないかもしれませんが、キリンは独特な睡眠リズムを持っています。キリンの群れの観察を行った研究チームは、キリンが夜に眠り、その後昼に短い昼寝をとっていたことを明らかにしたのです。合計するとキリンは毎日5時間ずつ眠っている計算になりました。ちなみにキリンの群れは塔に例えられることがあります。首が長いので当然ですね。海鳥は海水を飲むことができます。目の近くに塩分を分泌する線を持っているためです。
この栓の働きにより海水を素早く浄化し、その残りを鼻から外に出すのです。そう、海鳥の鼻水は相当しょっぱいに違いありません。アデリーペンギンは本物のロマンチスト。生涯をつがいで過ごします。オスはメスにツルツルした石をプレゼントすることで求愛をします。まるで婚約指輪のようなものですね。そして人間と同様、メスはこの求愛を断り、プレゼントを受け取らないということもあるのです。動物の求愛といえば、キツネもかなりのロマンチスト。オスのキツネは良き父親であり良き夫です。そして生涯を同じつがいで過ごします。メスの面倒を見るのもオスの仕事。体からのみなどを取って毛繕いをします。オスのキツネは巣穴を改良し、子育てにも積極的です。イルカは片方の目だけを閉じて眠ることができます。脳の半分が寝ている間、もう半分が周囲の危険を探るためです。退屈な授業中に眠るにはうってつけの脳ですね。ちなみにイルカは呼吸を意識的にコントロールしています。そのため脳が完全に寝てしまうと溺れてしまうのです。寝ているラッコは世界でも最も愛くるしい動物の一つ。ラッコは夏場に熱から逃れるため水中で眠りにつきます。仰向けの姿勢で寝る間、赤ん坊は母親の腹の上で、そして2匹の大人は互いに手をつないで海流に流されないようにして眠るのです。ダチョウは怖がっても頭を砂に埋めることはしません。そもそもそんなことは鼻からしないのです。欧米では頭を砂に隠すということわざがあるため、そこから広がった通説であるのかもしれません。実際のダチョウは飛べない鳥であるために、地面に穴を掘ってそこに卵を隠します。そして卵を均一に温めるために頭を巣穴に入れて転がすのです。ダチョウはかなり臆病な性格で、脅威に出会うと砂地の上に倒れ込んで死んだふりを始めます。一般的に信じられているのとは裏腹に、サメは泳ぎ続けなくてはエラを水が通り抜けないため呼吸ができない魚です。多くのサメはこのような体を持っていますが、例えば海底に潜むコモリザメなどはそのような体とは違う仕組みを持っています。一方、すべてのサメには浮き袋がありません。ですから泳ぐのをやめたサメは海底に沈んでしまうことになります。幸いサメの体は水圧がかかっても潰れないため、急に深く潜ってもびくともしません。日本の科学者が猫に音声を聞かせる実験によって、猫は本当に主人を見下す生き物だということが明らかになっています。飼い主が名前を呼ぶ音声を聞かせたところ、猫の瞳孔が開き、尻尾や足、耳が動きました。しかし聞こえたとはいえ反応はしなかったのだといいます。これは猫の進化が関係しています。猫が人と共に生活をするようになったのは、穀物を食べるネズミを駆逐するため。この時猫は人の近くで暮らしてはいたものの、飼い慣らされることはなかったのです。それでも猫に餌をやるのが人間というもの。鳥は現代世界に生き延びた唯一の恐竜です。ティラノサウルスはニワトリやダチョウ、ハチドリの仲間と考えられています。フラミンゴは本当は白い鳥です。ピンクの体色を生み出しているのはベータカロテン。これは食料となる水草やエビ由来の色素です。皆さんも人参をたくさん食べると皮膚がうっすらオレンジ色になります。これもベータカロテンをたくさん含んでいる人参のなせる技です。世界中の船乗りたちは航海中に目撃した巨大なイカの話をしていました。何年もの間そのような巨大生物の存在は噂に過ぎないと思われていたのですが、2004年になって巨大イカの写真が世界で初めて撮られました。発見された個体は最大で13メートルにまで達していたのだといいます。世の中には蚊に刺されやすい人と刺されにくい人がいます。一番好まれるのは O 型の血液型。また蚊は色を見分けることができ、緑や黒、赤という色に引き寄せられます。キャンプへ行く際には服の色に気をつけて。サメは最大15分間トランス状態になることができます。これを実現するにはサメの鼻先を手で撫でなくてはなりません。この状態は義肢と呼ばれ、鼻の受容体がきっかけとなって起こる現象です。撫でられた鼻からは多くの刺激が発せられるため、サメの脳がパンクを起こします。
しかしサメの鼻を撫でろというものの、どこまで近づいてそれをすればいいんでしょうね。ゾウはネズミを怖がったりはしません。しかしゾウは目が悪く、また動きも緩慢です。そのため例えば小鳥やネズミといった小動物が急にそばを通るとパニックを起こすのです。カメレオンは体の色を変えることができますが、それは周囲の景色に溶け込むためではありません。体色を変える理由は、例えば体温調節や互いとの意思疎通というものが挙げられます。ハーハーいう犬は口から舌を突き出しますよね。そのためか多くの人はそれが犬の汗のかき方だと勘違いしています。実際のところ犬の汗腺は足の裏をはじめ体中についています。犬がハーハー言うのはあくまでも口や鼻、肺などから水分を蒸発させるため、これによって体温調節を行っているのです。スズメバチをそっとしておいても相手から攻撃してこないとは限りません。ミツバチは人間の縄張りに近寄ろうとはしませんが、スズメバチは気難しいため、そばを通りがかっただけで襲いかかってくることもあるのです。いやー恐ろしい。犬の嗅覚は人間より強いわけではないんです。犬の嗅覚は優れているとよく言われますが、おそらくそう考えられているのは19世紀の研究者が人間の嗅覚を貧弱だとしたためでしょう。この説を立証する感覚の検査がされたことはないのですが、現在でも多くの人が信じているんです。実際は動物の種類によって識別できる匂いが異なるんだそうですよ。とある実験が行われました。それは人間が匂いを探るというもので、研究者はチョコレートの匂いがつけられた糸をジグザグに置き、被験者は他の感覚を使わないために目には目隠し、耳には耳当てをつけられ、手には厚い手袋、膝には膝当てがつけられました。結果は犬ほど鋭い嗅覚があるわけではなかったようですが、人間は匂いをたどることができ、練習をすれば格段に能力が上がると結論付けられました。興味深いことに、人間は例えば果物や花など特定の匂いに犬よりも敏感だったんです。犬の進化の過程でこのような部類の匂いに敏感になる必要はなかったですからね。テレビの画面のせいで視力が悪くなることはありません。少なくともテレビの画面を見ることで目が深刻な害を受けるという実験結果はありません。スマホやパソコンの画面も同じです。これらのものを見ることで眼精疲労が起こることはありますが、多くの場合しっかり休憩することで楽になります。ですがテレビやスマホの画面を長時間見すぎることにより、生活の他の部分で悪影響が出ないというわけではありません。例えば集中力が落ちたり、人付き合いがなくなったり、他にもたくさんの影響が出ます。生物の先生は有性遺伝子による能力だということがよくありますが、舌をぐるりと回せるのは実は遺伝的な形質ではありません。ある実験では33組の双子のうち7組の双子に当てはまりませんでした。一卵性双生児は同じ遺伝子を持っているので共通して特徴を持っているはずです。ですが実際はそうではなかったので、舌を回せる能力は遺伝が決定要素ではない可能性が高いということになります。60年以上も前に誤りが証明されたにもかかわらず、この通念は今でも存在しています。濡れた髪で外出すると風邪をひくというのも間違った通念です。風邪をひくのは体内にウイルスが入るからです。それに髪が濡れているからといって周囲のいろいろな細菌を呼び込みやすくなるということはありません。人がこの通念を信じる理由は主に親からそう言われたから、または外に出ることで一般的に細菌にさらされやすくなって風邪をひくことを濡れた髪で外出することと関連づけるからです。二重関節がある人は実際はいません。体のある部分がとても柔らかくて、例えば肘で顎を触れたり指を後ろ側に曲げられたりする人もいます。そういう人のことを腸つがいが普通より多くあるのが原因で二重関節だと言ったりします。でもそれは本当ではありません。関節は一つなのですが、骨の先の形が変わっていたり、接続組織がとても柔らかかったりするのです。盲腸は役に立たない入れ薄管で意味がないと思われることが多いのですが、実は役目があるようです。盲腸は有益ないい細菌がたまるところのようなのです。体が特定の病気や問題と戦っているときに助けとなる細菌を貯めています。
人生の早い時期では盲腸はある種の抗体とともに血液細胞の形成プロセスを助けています。胃ってどこにあるか知っていますか？簡単だって思いますよね。ですが多分間違っていますよ。胃はおへその後ろあたりにあると思う人が多いですが、実際はお腹のもっと高い位置、他の消化器官の上にあります。その場所が分かる方法があります。あばら骨の下の方が真ん中で近づくところを探してください。そしてそこから指3本分ぐらい下に、そして3本分左に行きます。そこが胃の大体真ん中です。下には特定の味を感じる場所はありません。下の地図が登場したのは20世紀初頭で、おそらく人間の口の中のそれぞれの部分で味の印象がどの程度強く残るかには微小な差が出るとされたためです。この研究で舌のそれぞれの部分が違った味を感じるという間違った認識が出来上がりました。実際は全ての種類の味覚芽が舌の全体に広がっています。そしてそれらが味を感じるのです。甘さ、塩辛さ、苦さ、酸っぱさに加えて現在認められている味の種類、旨味もそうです。人間は脳の 10% しか使っていないというのは本当ではありません。睡眠中でさえそれよりずっと多く使っています。このことについて研究がされているのですが、そのうち採用された手法の一つは、被験者がいろいろなタスクをこなしている時の脳の活動を測定するというものでした。結果はほとんどの時脳のほとんどを使っているというものでした。正確な割合は人によって違いがあり、何をしているかによります。それに脳細胞は何十億個もありますので、一つ一つを観察するのは不可能です。ですので、どの時点であっても何個が活動しているか正確に知ることはできないのです。睡眠中でも、例えば脳の高度な思考を司る前頭葉や周囲の環境を感じ取る部分は働いています。人間の感覚は聴覚、味覚、触覚、視覚、嗅覚の5つだけではありません。5つだという考え方は、有名なギリシャの哲学家のアリストテレスが、視覚は目、味覚は舌というように、すべての感覚には感覚器官があるとしたことに由来します。ですがそれは何千年も昔のことで、この説には前庭器官が欠けています。前庭器官は内耳にある器官で、平衡感覚を司っています。すべての感覚に感覚器官が必要なわけではなくて、それぞれの感覚受容器があればいいのです。例えば肌だけでも温度、触覚、痛み、固有受容の4つの受容体があります。固有受容とは体の意識、つまり体の後ろで腕を動かしても腕がそこにあると感じることです。タコはこれを感じません。人間には5種類ではなく33種類の感覚があるというのが真実に近いのです。その中には平衡や温度、喉の渇きなど生存のために欠かせない多くの感覚があります。時々指をポキポキ鳴らすのが好きだという人、心配することはありませんよ。それで指の関節を痛める可能性が上がるという考え方は、長年指関節にコンスタントに圧力をかけ続けると実際問題となるということに端を発しています。ポキッという気持ちいい音が鳴るのは、おそらく関節を円滑に動かしている液体の中の泡が弾けるからだろうと考えられています。たくさん食事をした後に泳いでも腹痛が起こることはありません。お腹が痛くなると思われているのは、たくさん食べると胃の血流が増えると考えられているからです。そうすると筋肉に血液がいかなくなり、泳ぐと痛みが出るというのです。ですが本当はたくさん食べた直後に泳ぐのはおそらく快適ではないでしょうが、どうしても泳ぎたいのなら行っても大丈夫です。実際水泳の前には炭水化物を多く含むものを少量食べておくことが推奨されているんですよ。そうするとエネルギーが出やすくなるんです。体の毛を剃っても濃い色の毛が多く生えてくる心配はありませんよ。これも誤解なんです。色の濃さ、伸びる速さが違うと感じるかもしれませんが、それは毛を剃ると毛包が尖った状態でなくなり、前よりも毛が濃く硬くなったような気がするからです。ですがそれはただの感じ方です。毛が伸びてくると前と同じ状態になるとわかるはずです。体の熱は他の部分に比べて頭から多く失われるというのも間違いです。そのように感じるのは頭と胸、顔は温度の変化により敏感だからです。
実際は帽子をかぶらないで外に出ても、ズボンを履かないで出ても同じように寒さを感じます。頭から熱が奪われているように感じるのは、頭は何もつけずに外出することが多い部分だからでしょう。無遊病の人を起こしても深刻な悪影響があるわけではないので大丈夫です。驚かせると方向感覚を失い、混乱する反応を見せることもあります。でも無遊病者が起き上がって料理や運転など寝ながらするべきでないことをするより、起こしてあげる方がいい場合もあります。ベッドの方に誘導する方法もあります。テンガロンハットはカウボーイのトレードマーク。しかし実は開拓地でこの帽子をかぶっていた人はいなかったと言われています。カウボーイ、より正確にはキャトルハンドと呼ばれる人々は、文字の読めない汚い仕事を請け負う人々で、ボロボロの服を着ていました。彼らにとって帽子は非常に高価だったのです。欲しくても手が届かないため、彼らは帽子をかぶりませんでした。そもそもテンガロンハットは重く、実用性も高くはありません。そのためむしろ好まれたのはボーラーハットだったと言われています。あのクリント・イーストウッドがボーラーハットの下から睨みを聞かせる姿は、なんだかちょっと拍子抜けしちゃいますね。消防士が消火作業を迅速に終わらせるのには何か秘密があるのでしょうか。水の威力が違うとか。その通り、実は違うんです。ごく最近から使われ始めた技術ですが、消火作業に使用される水には添加物が加えられており、表面張力が弱くなっています。そのため水は広がりやすく、また物に染み込みやすい性質を持っています。1000年前の瓶詰めの蜂蜜が発掘されたことで、蜂蜜は腐らないという通説が広がるようになりました。しかし市販されている蜂蜜でも、蓋を開けた状態で湿気の多い環境に置いておくと意外と早く腐ってしまいます。しかし蜂蜜には抗菌作用があるため、きちんと保存すれば雑菌が繁殖することはありません。乾燥した場所で蓋を閉めて保存すれば半永久的に腐りません。ストロベリーフラペチーノなどに使われているピンクの色素は虫が由来だという話は聞いたことがありますか。これは2012年までは本当でした。小さなコチニールと呼ばれる虫がすりつぶされて色素にされていたのです。この手法は未だに多くの企業で使用されていますが、現在スターバックスでは使われていないようです。アルベルト・アインシュタインが学生時代に数学で落第したといった話を聞いたことがあるかもしれません。じゃあ俺も天才になれるかもと思った数学苦手の皆さんは残念。1935年にこの話をされたアインシュタインは、15歳になる前に微分積分を修了していると答えています。なんともすごいお話。この通説は1930年代にリプリーズビリーブイットオアノットという奇妙なネタを扱う新聞が広めたものです。この記事は参考文献を全く上げていなかったため、記事そのものがでっち上げだった可能性が高いのです。第6感と人が言うとき、それは触覚、嗅覚、味覚、視覚、聴覚とは違う感覚を指しています。しかしこれは正しくは第8感や第25感と言うべきかもしれません。人の感覚の数には様々な説があり、最も多いもので53あるとしています。例えば1感覚は体の姿勢を感じ取るもの。目を閉じても指で鼻を触れる人はそれが優れています。月の暗黒面にはいろいろなものが隠れているという都市伝説を聞いたことがあるかもしれません。しかしそもそも月に暗黒面というものはありません。月は地球と潮汐ロックの関係にあり、つまり常に同じ面を地球に向け続けています。しかし太陽に対してはその限りではありません。そのため月の裏側も表側も同様に太陽からの光を受け取るのです。じゃなければ太陽が月の向こうに隠れる日食は起こらないはずです。この時月の裏側には光が当たっています。日食が起こるのは太陽が月の400倍の距離にある一方で、その大きさが400倍あるから。そのため2つの天体はぴったり重なる大きさに見えます。お寿司好きの皆さん、海外で提供されるおろしわさび、日本のわさびとはちょっと違います。これはホースラディッシュと呼ばれる西洋わさびを緑に染めたもの。本物のわさびはこれに比べて味わいが深いものの、高価だという点がネックなのです。ちなみに本物か偽物かの見分け方は簡単。目の前でおろしていなければほぼほぼ偽物でしょう。皆さんはシロナガスクジラが地球最大の生き物だと習っているかもしれません。この優しい動物は確かに大きいのは間違いありませんが、本当に地球で最も大きな生き物の足元にも及びません。その生き物とはオレゴン州のブルーマウンテンズに生息するキノコとはいえ、地面に生えている姿を見てもさほど巨大には見えませんね。実はこのキノコは菌糸をサッカーコート1350面分広げているほど巨大な生物なんです。しかも大昔から生き続けており、その年齢は2400歳とも8650歳とも言われています。
じゃあシロナガスクジラは2位なのかというとそれも違います。2位の座はパンドの木に与えられます。ユタ州中南部の巨大な森はこれも実は一つの生き物。108エーカーに広がる木は一つの根を共有しています。しかしそれ以上に驚くべきなのがその重量。全てを合わせると総重量は6000トンになり、世界で最も体重の重い生き物ということになります。雪で立ち往生した車はタイヤの空気を少し抜くと抜け出しやすくはなりますが、そのままで常に走るのはやめましょう。タイヤの空気圧が低いと特に凍結した路面での車の制御が効きづらくなります。また再び雪にはまるリスクもあるため気をつけなくてはなりません。ですから冬場は空気を抜くのではなく、チェーンやスタッドレスタイヤに履き替えるといった対策が必要になります。また緊急時に使用するためのものをトランクに入れておきましょう。例えばシャベルやトーロープ、砂や塩の入った袋、あるいは猫砂などが役に立ちます。猫砂は鉱物ベースのものが理想ですが、シリコン系のものでも車を救ってくれますよ。ダイヤモンドは希少な宝石でお高いのも当然ですよね。実は違います。人々が信じているほどダイヤモンドは希少ではないんです。また人工ダイヤの開発も進んでおり、コストの問題は残るものの、より容易に作られるようになりました。そもそも天然ダイヤの価値は100年ほど前に行われたマーケティングの結果作られたものです。ダイヤモンドを採掘販売していた企業が世界中にダイヤモンドのイメージを宣伝し続けた結果、現在の価値が生まれました。そもそも希少な宝石であるというイメージを与えただけでなく、プロポーズなどと結びつけたのもこの時の戦略だったんです。コウモリは昼間正確に動くことができません。しかしこれはコウモリの目が見えないからではありません。コウモリは人間よりも夜目が利く動物なのです。しかし世界を白黒で見ているため、光が多すぎると移動先がわからなくなってしまいます。コウモリは目が見えないという通説は音波を使って物を把握する習性から連想されたものだと考えられます。地球は丸くありません。その形にはジオイドという特別な名前が付けられています。しかし楕円に近いとかそういう表現も正確ではないのです。地球は常に高速で自転しており、その形が歪んでいます。しかしその形は大陸プレートの移動によっても影響を受けています。地質活動はゆっくりとしたプロセスではありますが、このために地球のある場所では隆起が起こり、またある場所では沈下が起きます。結果地球全体は形の歪んだ風船のようになっているのです。万人に信じられている神話の一つに、ネズミはチーズが大好きという話があります。この神話はずっと前、おそらく人々が食物を保存し始めた頃と同じくらいに噂になり始めました。ネズミは定期的に人間の家を訪ね、常に食べ物を探していました。人々はかつてガラスの瓶の中で穀物を保管して、肉は高く吊るして保存していました。しかしチーズは棚の上に置いていたので、例えばネズミなどの動物にとって簡単な標的でした。好物ではないものの、他の食べ物は届かなかったのでチーズを食べていたんです。ネズミは間違いなくチーズよりもチョコレートなど甘い食べ物の方が大好き。気持ちはわかりますよね。フラミンゴは体を冷やさないために片足で水に立つわけではありません。ただ努力したくないだけなんです。私たち人間は片足で立つと疲れます。しかしフラミンゴにとっては独特な解剖学的構造のおかげで、これが最も安定した体勢なんです。このポーズは筋肉の働きを必要としません。羨ましい。世の中で最も有名かつ古い神話の一つは、ダチョウは怖がるたびに頭を地面に隠すというものです。頭を地面に埋めても体は見えるので、研究者たちは昔ダチョウは賢くないと思っていました。しかし実際のところ、ダチョウは砂や小石を飲み込んで消化を促進したり、巣に産んだ卵をひっくり返したりするときにこの行動をとります。また頭を埋めるのではなく地面の近くに置いているんです。頭が砂の中に埋まれば呼吸することができませんよね。ダチョウは他の動物を怖がらせる鳥だと思っている人がいますが、実際には危険が迫っていると感じたら逃げます。そして場合によっては反撃し、自分自身を守るんです。まさにアングリーバード。シロナガスクジラが飲み込める最大のものは何だと思いますか？シロナガスクジラはこれまでに知られている地球上の最大の動物です。約30メートルまで成長することがあり、重さは200トンです。心臓は車と同じくらい大きく、舌は一般的な象と同じくらいの重さがあります。
シロナガスクジラは車、人、さらには小さな船を飲み込めそうですよね。でも実はできないんです。実際に飲み込める最大のものはグレープフルーツ。喉に通るのは小さなサラダの皿ほどの大きさ。クジラは小魚、プランクトン、海洋甲殻類を食べるので大きい喉を持つ必要はありません。どちらにせよ人間はシロナガスクジラの胃の中で生き残ることはできないでしょう。宇宙服なしで宇宙にいる時間と同じように15秒以内に死んでしまいます。絶対に試さないでくださいね。ラクダはコブに水を蓄えていません。ラクダは極端な並外れた抵抗力を持つ動物です。8から10日ごとに水を飲んでも生き残ることができますが、それは背中に秘密の隠し場所があるからではありません。ラクダは機会があれば一度に約190リットルの水を飲むんです。ラクダは総体重の 30% を補充するために水を飲みます。これは脱水によって減る可能性のある重さです。つまり多くの水を失うと同時にすぐに取り戻すことができるということ。コブでは脂肪を保管します。水を生産するためのものではありません。ラクダは酸素を吸入すると肺から蒸発するためたくさんの水分が失われます。そのためエネルギーの栄養源として脂肪を使用します。このおかげで乾燥した地域や希少な時代に生き残ることができるんです。アリクイが鼻を使ってアリを吸い込むという話は神話です。アリを探して長い鼻でアリを捕まえているわけではありません。アリクイは非常に長い舌を持っています。オオアリクイの舌の長さは最大60センチメートルです。スパゲッティのような形をしていて、トゲのあるフックと粘着性の唾液で覆われているためアリを捕まえられます。1分間に最大160回、つまり1日に最大2万匹の昆虫を食べます。爪を使ってアリ塚を開き、残りの作業を舌で行います。また歯を持っていないので捕まえた全ての昆虫を飲み込みます。映画は恐竜に関して誤った安心感を与えている可能性があります。じっと立ち止まっていても後から追いかけてくる怒り狂った T レックスから身は守られません。この恐竜の王の視力は悪いというのはただの神話です。現代の猛禽類よりもよく見えていた可能性があります。またワシやタカなどのように優れた奥行きの知覚を持っていました。奇跡的に T レックスがあなたを見過ごしたり、小さな木やその他の物体であると思われていたりした場合でも嗅覚がとても優れているのでチャンスはあまりないようです。唯一のオプションは走って逃げることでしょうか。以前に考えられていた時速53キロものスピードは出ないようなので、これが一番いい方法かもしれません。 T レックスの解剖学的構造を考えると時速19キロメートルの速度が正しい数字でしょう。これより速いと深刻な骨の損傷を引き起こしていた可能性があります。しかしもっと遅い恐竜がたくさんいたので T レックスは動物界を支配でき、食べ物の心配もありませんでした。フクロウは頭を360度以上回転させることができるというのもただの迷信です。一方向に270度という限界があります。フクロウは左右に270度回転できるので540度の可動域があります。心配しないでください。蝶の羽に触れても飛ぶ能力を失うことはありません。きちんと生き残ることができます。蝶の羽には鱗のようなものがあり、触れるといくつかが剥がれる可能性があります。しかしどちらにせよ自然に落ちるので、これは悪いことではありません。剥がれる鱗のようなものを持っているため、例えば蜘蛛の巣に引っかかって閉じ込められた場合でもより簡単に逃げることができます。次の迷信は多くの映画、本、テレビシリーズのシナリオに影響を与えましたが、実際のところ狼は月に向かって吠えません。確かに通常は夜に吠えますが、それは狼が最も活発である時間帯だからです。また音の移動に役立つため吠えるときは上を向きます。そうすれば他の狼は 9.5 から11キロメートル離れた場所からでも音が聞こえます。そもそも吠える理由はお互いにコミュニケーションを取るためです。また状況に応じて特定の音を出します。例えば迷子になってしまった狼が家に帰るのを助けるためなど、狼が上を向いてコミュニケーションを取っているときに
月がたまたまそこにあったというだけなんです。キリンは1日30分の睡眠しか必要としていない。これもただの迷信です。キリンは毎日約4時間半眠ります。日中に最も活動的な動物種にとってはそれほど珍しいことではありません。研究によるとキリンは通常一度に11分未満しか寝ないようです。多くの人はモグラは盲目だと信じています。しかしこの小さな穴を掘る哺乳類は実際には目が見えます。ただ視力がとても弱く光の認識しかできません。また色盲でもあります。暗い地下で食べ物を探すときは主に触覚と嗅覚を使います。触覚は鋭く近くの活動の振動を感じることができます。これにより危険を回避したりヤスデ、ミミズ、ムカデ、他の無脊椎動物などの食事を見つけることができます。また掘るスピードがとても速く毎分数センチ掘ることができます。冬になると多くの動物は冬眠しますが、それは寒すぎて外に出られないからではなく、その期間中は十分な餌がないことが理由です。動物は冬眠すると心拍数、体温、呼吸、そして他の代謝活動が大幅に遅くなります。このようにしてエネルギーを節約するんです。シマリス、コウモリ、カメ、ヘビ、これらの動物は冬の間冬眠します。エネルギーを節約すれば他の季節で活発になり、より多くの餌を得ることができます。ちなみにクマは完全に冬眠するわけではありません。冬に眠っているクマを起こそうとした場合、悲惨な事態になってしまうでしょう。冬眠中は確かに動きは遅くなり長期間眠りますが、冬の間ずっと眠っているわけではありません。また睡眠中に簡単に起こすことができますので、そんなことはしないでくださいね。ハサミムシは耳の中で卵を産みません。英語ではイヤーウィッグと言いますが、この虫は人間の耳にそれほど興味を持っていないんです。少なくとも証拠はありません。どちらかというと、樹皮の下や土壌など暗く湿った場所で時間を過ごすことを好みます。耳に入ることを気にする必要はありません。地球の表面の 70% 以上は海で覆われています。海の深さの平均はエンパイアステートビルの8つ分となり、その謎めいた深海は未だ 5% 未満しか探索されていません。そして海の底には湖や川が見つかることもあるそうです。そこにある水は他の水よりも密度が高いため、目に見えて違いがわかるそうです。サンゴが浅瀬にある場合、強い日光が内部に住んでいる藻類に害を与えることがあります。ですがサンゴは藻類を保護するために日焼け止めのような効果のあるタンパク質を生成するので、それにより藻類は生き残ることができるのです。海は謎で溢れていますが、海中に約2000万トンの金が分散していることが明らかになっています。かなり細かく分散しているので、採掘しようとしてもコストの方もかかりすぎてしまうようです。でももし集めることができたなら、地球上の全人口が1人当たり約 4.1kg の金を手に入れることになるんです。サメも朝のコーヒーが飲みたくなったらカフェに行くんですよ。2002年研究者たちは太平洋でホオジロザメが冬にホワイトシャークカフェと呼ばれる海域に集まることを発見。冗談を言ったり人間を怖がらせた時の話をして笑っているのかもしれませんね。そして海が暖かくなり始めたら、また人々を怖がらせるために海岸に戻っていくのです。もしホオジロザメのラテを見つけたら絶対に飲んでみましょう。太平洋の最も広い部分はインドネシアからコロンビアまでで、その広さは月の直径の5倍以上、なんと 19,791km なんです。海は温度が低く、深海では水温が 4.4 度しかありませんが、海底の熱水噴出口は例外ですけどね。ここから噴出される水は最高399度もあるんですって。年を取るにつれてだんだんと脳が小さくなるのは人間だけなんです。さらに孤立や孤独によって小さくなってしまうこともあります。ですがこの現象、猿やチンパンジーのように人間に近い他の動物には起こりません。何が原因って、テレビが原因なのかもしれませんね。鼓膜は視覚とは何の関係もありませんが、目を動かすと鼓膜は動くって知っていました？人間の心拍数は平均で 2.5 億回を超えます。人間の鼻は1兆種類を超える匂いを嗅ぐことができ、唇は指先よりも数百倍敏感なんです。あ、皆さん、人間の体の中で鼻と耳は成長が止まらないって知っていましたか？ゴキブリは生命力が強いので過酷な条件にも耐えることができ、恐竜が地球を支配していたことから長い間ずっと存在しています。でもシロアリの女王の寿命はなんと約50年。これは昆虫の寿命の中では最長ですが、通常のシロアリは 1,2 年しか生きられません。
ラクダのコブに蓄えられているのは水ではなく脂肪なんですよ。そして水は血液中に蓄えられているんです。ミツバチは8,991メートルの高度でも飛ぶことができます。ということは地球上で最も高いエベレストよりも高い場所で飛べるということになりますね。ナマケモノはイルカよりも長く息を止めることができます。そうなんです。心拍数を下げて約40分間呼吸をせずにいられるんです。ちなみにイルカは呼吸をするために10分ごとに水面に出なければなりません。月には火山がありますよね。約1億年前に恐竜が地球を支配していた頃、月ではその火山が活動していた可能性があると科学者たちは考えています。見応えがあったでしょうね。キュウリメロンと呼ばれるブドウと同じくらいの大きさのスイカがあるって知っていましたか？すごく小さいのでマウスメロンと呼びたくなってしまいますよね。柑橘系の風味も含まれているんですよ。ちなみにマウスメロン以外にもカンガルーマウスがいます。乾燥の激しいネバダ砂漠に生息するこの動物は水を飲む習性がなく、好きな食べ物の種を食べることによって水分を吸収しているんです。自分が住んでいる地域の駐車場の値段が高いと思っているそこのあなた、香港の駐車料金を聞くときっと考え直したくなるはず。市内中心にある5番目に高い建物の前に配置されたこの駐車場、わずか 12.54 平方メートルのサイズにもかかわらず約1億円という高額で購入されたのです。香港ではバスに乗った方がいいかもしれませんね。高価なものといえば、ワシントン州のシアトルへ行った際には世界一値段の高いホットドッグをぜひお試しあれ。そのお値段約1万7000円。お金があったら一度は食べてみたいものです。あるオーストラリアのバリスタは1時間で420杯のカプチーノを作り世界記録を樹立しました。でもそれってものすごいスピードですよね。ニンニクは足からでも味わえるって知っていましたか？靴下を脱いでニンニクを足にこすりつけ、少し待ってみましょう。するとその独特の匂いの原因となる化学物質が皮膚を通して吸収されるんです。ちなみにロブスターも足を使って獲物を味わうことができるんですよ。まあロブスターはどんな食べ物でも足で味わっているんですけどね。研究者たちは数千年前に先史時代の動物や人間の祖先が存在していた証拠を多く発見しています。その中には骨や歯、石器、さらには約1万年前のチューインガムなどもあるんです。チベットには緑色や赤ではなく濃い紫をしたブラックダイヤモンドと呼ばれるリンゴがあります。このリンゴが育つ場所ですが、日中は紫外線が多く、夜になると気温が急激に下がるためリンゴの皮の色が濃くなるのです。オーストラリアにはヒリアー湖と呼ばれるバブルガムのようなピンク色をした自然の湖があります。特殊な藻類の色素によって珍しい色に見えるのです。雲は巨大な綿飴のようにふわふわしているように見えますが、普通サイズの雲の重さは約500トンもあるんです。アイオワ州のある農夫はある日しゃっくりをし始め、それが68年間止まりませんでした。最初のうちは1分間に約40回でしたが、しばらくすると20回に減ったそうです。彼は人生の 70% をしゃっくりをしながら過ごしたんだそうですよ。100万秒は約12日で、10億秒は約32年になります。特に珍しいことは何もありませんが、そう聞くと時間の大切さを思い出させてくれますよね。サメは人間よりもかなり怖いですよね。でも人間の歯はサメの歯と同じぐらい丈夫なんです。ちょっと小さいだけなんですよ。アメリカ人は19世紀初頭までトマトを有毒だと考えていました。そんなこと信じちゃっていたから美味しい食事を見逃していたんですね。農家の人々は人間だけに方言や訛りがあるのではなく、牛の鳴き声も地域によって違うことを発見。牛にも不機嫌な時があるかもしれませんね。キリンの舌の長さは最長約51センチ。まあアイスクリームを舐めるために使うわけではありませんが、木を曲げることができるんですって。クラゲの中には不死の種がいるって知っていましたか？そう聞くと生命保険会社のロゴにぴったりですよね。地球は太陽の周りを公転していますが、一定の速度で移動しているわけではありません。我々にはそれを感じることはできませんが、時間が経つにつれて遅くなるので、約1億7500万年後には1日が25時間になることでしょう。まだまだ先の話なので、そのためのスケジュールは組まないでくださいね。宇宙はとても広いですよね。でも空いている空間がたくさんあるんです。なぜかって、天の川銀河の星の数は3000個から4000個しかないのに対し、私たちの地球には3兆本もの木があるからです。最大の砂漠と聞くと、サハラ砂漠の果てしない砂の中で燃え盛る太陽に照らされていることを想像する人も多いのではないでしょうか。でも最大の砂漠は南極大陸の砂漠なんです。そのサイズはなんと1,424,4,935 平方キロメートル。定義によると砂漠は年間降水量が25センチ未満の場所なので、別に暑くなくてもいいんです。ダチョウは実際には頭を砂の中に隠しているわけではありません。
険を感じると頭、首、そして体を低く下げ捕食者から隠れているのです。砂の色に薄色の首がブレンドすることにより頭を隠しているように見えるんです。史上初の旅客機は20世紀初頭に初飛行されました。その料金はたった23分間のフライトで4万円、現在の金額では約85万円に相当します。この飛行機はフロリダ州の2つの都市間を飛行しました。古代エジプトの有名な支配者であるクレオパトラが存在していたのはエジプトの大ピラミッドが完成した時代からよりもスマホが開発された現在に近いって知っていましたか？ちなみにスマホといえば現在2分ごとに撮影される写真の枚数が19世紀全体に撮影された写真の枚数を上回っているって知っていました？これも統計に加えておきましょう。はい、チーズ。ネズミはアニメで描かれているようなチーズ好きではありません。これは中世に起こった迷信で、当時ネズミがより好んでいた食料は厳重に保管されていたという背景があります。例えば穀物は亀に入れられ、肉類はぶら下げられていました。ただチーズだけは棚や物置で熟成させる必要があったため、そこにネズミが入り込んだのです。それを見つけた人々は、本当はそうではないのにネズミはチーズが大好物だと勘違いをしたのです。犬は世界を白黒で見ているわけではありません。人間ほどではないものの、色を見分ける力をちゃんと持っています。人間には錐体細胞が3種類あり、犬には2種類あります。錐体細胞とは特殊な光の受容体で、色を見分ける機能を持ちます。犬は青や黄色を見分けやすく、赤や緑を見分けるのは苦手です。犬の口は人間の口よりも綺麗だということはありません。口内菌は600種以上あり、唾液に傷を癒す効果などもありません。犬は舌から汗をかくこともありません。息が荒くなった時に舌が突き出るために勘違いされたのです。実際のところ犬の汗腺は足の裏や体中に分布しています。口で激しく息をする理由は、鼻腔や舌、呼吸器官からも水分を蒸発させて体を冷やすためです。オポッサムは様々な特殊能力を持っています。記憶力も優れていて、蛇の毒が効きません。社会的な動物としても知られています。しかし人々が勘違いしているような、尻尾でぶら下がって寝るということだけはしません。確かに強靭な尻尾を持っているため木登りは得意ですが、長時間ぶら下がっていられるほどの筋肉は持っていません。コウモリは目が見えます。夜行性の動物であるため日中は物を見るのが苦手ですが、夜間のコウモリの目は人間の3倍の視力を持っています。色の受容体は持っていませんが、暗い中で色が見えないのは人間も同じ。また反響定位と呼ばれる音波を跳ね返して物の位置を知る習性を利用して空中の小さな虫も特定します。カメレオンは体の色を変化させますが、周囲に溶け込むためにそれをするわけではありません。カメレオンは他の個体とコミュニケーションを取るため、あるいは体温を調節するために体色を変化させます。自然界で見られるカメレオンが木の枝や葉っぱの色に見えたことから始まった勘違いなのかもしれません。サイの角は骨でできてはいません。これはケラチン、つまり皆さんの爪や髪の毛と同じ物質でできています。頭骨に角がついているわけではなく、どちらかというと体の毛が超密集したような構造を持っています。角は爪や毛のように生涯を通じて伸び続けます。身を守るために使うと思われていますが、その他の手段も持ち合わせています。例えば歯を使う場合もあり、そのために下顎の歯はとても鋭くなっています。朝にスヌーズボタンを押しても追加で10分眠れるかというとそうではありません。起きるのを先延ばしにして暖かいベッドにいられるのは幸せですが、スヌーズボタンはむしろ体を疲労させる原因になります。脳が再び睡眠モードになると2度目のアラームで目を覚ますのがとても難しくなります。長い目で見るとスヌーズボタンは普段の睡眠の質も下げることになると言われています。デザートといえばチョコレート。あ、これ台本違います？では気を取り直してもう一度。デザートといえば英語で砂漠のこと。するとほとんどの人は灼熱の乾燥した砂が広がる場所を思い浮かべるでしょう。しかし定義上その場所が砂漠であるかに気温は関係ありません。湿度が関係しています。
世界中の有名な砂漠は確かに気温の高い場所にありますが、極寒の地にある砂漠も存在しています。例えばグリーンランド北部にはそのような砂漠地帯が広がっています。チョコレートのお話はまた今度。ではお次の勘違い、雷は同じ場所には二度落ちない。いいえ、落ちるんです。むしろ頻繁に同じ場所に落ちまくります。ですから雷雨の中に入ってしまったら周りをよく見ましょう。一度雷が落ちた場所へ向かうのではなく、安全なシェルターに入った方がいいですよ。金属からは体を離すように。フクロウは首を360度回すことはできません。そう見えるだけです。フクロウの目は球体ではなく円筒形をしています。これが頭の奥にまで伸びているのです。つまりフクロウは目だけを動かすことができません。そのため周りの様子を知るために頭そのものを動かす必要があるのです。首は一周回すことはできませんが、限りなくそれに近く270度回すことができます。4分の3ですね。悪くない。猫がゴロゴロ言うのは嬉しい時ばかりとは限りません。病気の時や怖い時、怒った時にも喉を鳴らします。一般的に信じられているのとは違い、猫は落下しても必ずしも足から着地するとは限りません。確かに猫は立ち直り反射と呼ばれるものを持ってはいます。耳の中に前庭器官を持っており、この力で体のバランスを取ります。猫は空中でまず素早く頭を正しい方向に戻すことができ、その後を体が追います。その結果、足からの着地が可能となるのです。しかし、これが毎回うまくいくかというと、そうでもないんです。ゾウは鼻から水を飲みません。喉が渇いたゾウは鼻に水を入れて、それを口に運びます。つまり、結局のところ、水は鼻からではなく、普通の人と同じように口から飲んでいるんです。普通じゃない人は別ですが、ゾウの耳は大きいですが、足で音を聞くこともできます。遠くの振動を感じるとき、ゾウは立ち止まり、前傾姿勢になり、体重を前足に乗せます。後ろ足を片方上げる場合もあります。これは地面の振動を使ったコミュニケーションの方法で、空気中ではなく地中の振動を感じ取るというものです。人の脳についても様々な勘違いが起こっています。例えば右脳は創造的で左脳は論理的というもの。そもそも脳はそんな構造を持っていません。脳は特定の部位が特定の分野を担当するというふうにはなっておらず、すべての行動は脳全体が働くことによって取られます。大脳皮質は左右の半球からなる脳の構造ですが、この半球同士は脳の残りの部分を通じて複雑に接続し合っています。ですから左のニューロンだけが理屈っぽいということにはならないのです。右の脳ばかり使っていると詩人になるということもありません。寝ている間脳は停止していると思うかもしれませんが、そんなことはありません。深い眠りにつくと活動値は確かに落ちますが、夢を見る間は活発になります。この最中脳の活動は起きている状態とほぼ変わりません。でも大丈夫。目で見たり耳で聞いたり肌で感じたりということはありませんから。例えば夢の中で顔を洗っても実際に濡れた刺激を受けているわけではありません。脳が温度や感触といった過去の経験から得た情報を組み合わせているのです。それで夢の中では濡れたという感覚があります。脳は様々な情報を分析してそのような刺激を生み出します。脳は身の回りで起こっていることにそのまま反応しているわけではありません。確かに可愛い子犬を見ると笑顔になるし、友達が気まずい冗談を言ったら顔が赤くなったりしますね。しかし脳のニューロンはただ刺激がやってくるのを待つばかりではなく、次にやってくる刺激を予測しようとします。脳はあなたの行動を分析し過去の経験と照らし合わせます。これを耳や鼻、目などからの刺激よりも早く行うのです。脳は常に次に何が起こるだろうかと予測しながら動いています。これが常に行われているのですが、あまりにも素早く自動的に行われているので本人は自覚しません。さあお次、木星は太陽の周りをただ回っているわけではありません。より巨大な天体の周りを小さな天体が回る場合は円形の軌道を描きますが、
大きな天体が回る場合は地上が変わります。そもそも天体同士は互いに重力が働き合うため、それぞれの重心を基準として互いに楕円形の軌道を描き合うことになります。地球は太陽に比べてずっと小さいため、重心は限りなく太陽の中心に近くなります。結果、見た目には普通の円形の軌道に見えることになります。しかし、最大の惑星である木星の質量は残りの惑星や小惑星など全てを合わせた2倍。そのため、太陽と木星同士の重心は太陽の中心を少し外れたおよそ5万キロメートル離れた場所にやってくるのです。さて、いよいよお待ちかね、チョコレートの勘違い。え、もうお時間ですか？じゃあこれはまた次回。遥か昔、紺碧の海にクラーケンと呼ばれる巨大な怪物がいて、人々はクラーケンがノルウェーやグリーンランド近海に住んでいると信じていた。クラーケンについて初めて書かれたのはずっとずっと昔のことだ。デンマークのエリンク・ポントッピダンという人物が書いたノルウェーの自然史という本の中で、クラーケンは巨大なタコかイカのようで、船を海の底に引きずり込むことができると書かれている。その後、人々はクラーケンを巨大なイカと想像するようになり、今日でもクラーケンの物語は非常に人気があり、本や映画、ゲームなどで目にすることができる。クラーケンにまつわる話は地元の民間伝承や神話に過ぎないように聞こえるかもしれないが、2004年初めてダイオウイカが撮影された。この驚くべき発見は、生きたダイオウイカをカメラに収めようと何年も研究を続けていた日本の科学者チームによってなされた。ダイオウイカを水面におびき寄せるために、彼らはカメラを取り付けたベイトラインを使用した。また小型生物の光パターンを模倣した特殊なルアーを使ってダイオウイカを引き寄せ、待つこと数日、チームはついに幸運に恵まれた。画像にはダイオウイカの長い触手と大きな目、そして特徴的な体型が映っていた。しかしそれだけでは終わらなかった。2012年、今度はナショナルジオグラフィックの科学者チームがダイオウイカを自然の生息地で初めて撮影した。この映像によってダイオウイカとその行動についての理解がより深まった。次の神話もきっと聞いたことがあるだろう。かつて存在した都市の中で最も美しく裕福な都市と言われていたものだ。その入り口は大理石の彫像で飾られていて、この都市の建築は頑丈で堂々としていた。ギリシャ神話の神々が美しく描かれた絵はほとんど至るところで見ることができた。この都市は歴史家や小説家たちの議論の的となっていたが、古代都市アトランティスの場所については未だにほとんど情報がない。アトランティスは海に丸ごと飲み込まれたとされているため、好奇心旺盛な人々がアトランティスを地球上の他の謎めいた場所、さらにはバミューダトライアングルと結びつけたとしても不思議ではない。アトランティスが本当に存在したかどうかはまだ確認されていないが、未知の災害によって島が海に沈むというアイデアは神話や大衆文化に広く浸透している。しかし、アトランティスの物語がヘリケのような島の沈没といった実際の出来事から着想を得た可能性もある。コリント湾に浮かぶこの島には古代ギリシャの都市が栄えていた。繁栄と富で知られ、ギリシャ人にとって重要な精神的総本山でもあった。この町には不死の神ポセイドンを祀る建物があり、ポセイドン自身がこの町を守っていると信じられていた。しかし、紀元前373年の運命の夜、大地震がこの地を襲った。地面は激しく揺れ、町はあっという間に海に飲み込まれ、ヘリケの住民たちは災難から逃れることができず、全員が波の下に消えていった。ヘリケの沈没は古代ギリシャ人にとって大きな悲劇であり、工事の霊からの罰とみなされた。多くの人々は都市の繁栄と誇りが彼らの怒りを買い、彼らが都市を破壊することで罰したのだと考えた。都市は何世紀にもわたって水中に沈んだままであり、現代の考古学者によって再発見されたのは20世紀になってからのことである。現在も町の大部分は水中にある。ギリシャ神話といえば有名なトロイの町についても語りたいと思う。これは古代ギリシャの伝説的な都市で、科学者たちは何年もの間、この都市は作家や哲学者たちによって作られたものだと信じていた。古代ギリシャの伝説によれば、トロイの王子パリスがスパルタ王メネラウスの妻ヘレンを奪ってトロイに連れ帰ったのが始まりとされている。この出来事は10年間続いたギリシャ人とトロイ人の大きな争いの火種となった。トロイア戦争にまつわる最も有名な話の一つに、トロイの木馬の話がある。
ギリシャ人が作った大きな木馬はトロイ人への贈り物として城門の外に置かれた。トロイ人はこの馬を平和の象徴と信じ市内に持ち込んだ。しかし馬の中にはギリシャ軍の戦士がおり、一旦城内に入ると城門を開けて残りのギリシャ軍を中に入れてしまった。トロイ人はこの時逃げ場を失い最終的に敗北した。この都市は19世紀に現代のトルコのスカマンダー川の近くで再発見され、現在この地は遺跡となっており、毎年多くの観光客が訪れている。次の神話は実に悲しいが真実かもしれない話だ。昔太平洋に浮かぶソロモン諸島に妻を深く愛している男が住んでいたという。しかしその女性は別の男性と近くのテオニワヌ島に移り住むことにした。心に傷を負い怒りに満ちた男は復讐のために呪いを求めた。彼は妻が逃げた島に破滅をもたらすことを決意し、カヌーに乗って旅に出た。テオニマヌに到着すると、男は一つは自分のためにと、里芋の苗を2本植えた。自分の苗が芽を出し始めると、島に災いが起こることになっていて、その通りになった。男は山頂から、島が波の下に沈むのを見たという。テオニマヌは実在した場所だが、いつ消滅したのかは全く分かっていない。波だけではこの小さいが背の高い火山島を洗い流すことはできなかったと言われている。しかし海底地震ならおそらくできただろう。島は不安定な海底斜面の端でバランスをとっていた。最も合理的な説明は巨大地震がこの地域を揺らし傍若な土台を崩壊させ島が波の下に沈んだというものだ。この島規模の地滑りは大量の水を押し出し一連の巨大津波を引き起こしただろう。だからあの復讐の波は起こったかもしれないが別の出来事の結果である可能性が高い。そして呪いが成就したあの悲しい男は妻を失ってなお重い心を抱えてソロモン諸島に帰っていった。まだ海の波から離れるわけではないが次はハワイに向かう。その昔ハワイにはペレという工事の精霊がいたという伝説がある。彼女は火山の火の守護神で姉から逃れるためにこの島にたどり着いたと言われている。身を隠すためペレは各島の様々な隠れ家に身を隠したが最終的にキラウエアの穴に身を隠した。これが伝説によればキラウエアが今日ハワイの活火山の中心地として知られている理由である。この話は視覚的には見事かもしれないが実際には火山活動は地球の表面下で多くの融解を誘発する加熱マントルによって引き起こされる。人々はまたペレの涙と髪の毛が火山周辺に散らばっているとも言う。しかし現実は民間伝承よりも物理学に関係している。溶岩が急速に冷えるとき、特に水で冷やされたり、少量が空中を飛んだりすると、溶岩は火山ガラスに変化する。溶岩が伸びて冷えると、時には涙状の雫ができる。また薄く伸びて髪の毛の束のようになることもある。ハワイが噴火で知られる火山地帯であり、活発な噴出口から巨大な溶岩の流れが吹き上がることは今日ではよく知られている。ハワイが二人の姉妹とその兄弟のライバルの物語の理想的な原点となったのも不思議ではない。どうも、カメレオンが体の色を変えるのはカモフラージュのため？いいえ、カメレオンの色はその時の機嫌で変わるんです。例えばオスは自分の強さを誇示するために明るい色になったり、攻撃的になった時に暗い色になったりします。また色は周囲の気温に合わせても変化するんですよ。体が冷えたカメレオンは暗い色になり、日光をより多く吸収しようとします。対して体が熱くなったカメレオンは白っぽい色になって太陽光を跳ね返そうとするんです。ちなみにコメディアンはカモフラージュのために色を変えるんでしょうか？滑った時には顔が赤くなりますね。はい、次行きます。高層ビルから効果を落とすと何にでも穴を開けることができるという通説。これ実験したところ嘘だったことが分かったんです。落下の最中効果は大した加速を得られず、ほとんどのものに穴を開けられません。これは空気抵抗と落下する効果の回転といったものが理由です。まあとにかく小銭は落とさないようご注意。南半球と北半球ではトイレの流れが逆回転になると信じられていますね。確かに湾流やハリケーンといったものは影響を受けるんですが、実はトイレの渦は小さすぎてそんな影響を受けられません。北半球だろうが南半球だろうが、どちらの方向にも回ることができます。いや本当ですってねえ。
渦の方向を決めているのは主に便器の形と水圧です。広く信じられている通説、雷は一度落ちた場所には落ちない。いや、それが雷って同じ場所にしょっちゅう落ちるんですよね。一般的に雷は最も高い、最も尖った場所めがけて落ちる性質を持っています。例えばエンパイアステートビルは1年の間におよそ100回雷に打たれています。また2回以上雷に打たれたことがある人も結構いたりします。ですから背が高くて尖っている皆さん、気をつけてくださいね。コウモリは目が見えないという通説、しかし実はコウモリ、人間よりも夜目が利きます。まあ人間は昼の方が物を見やすいっちゃ見やすいですが、それでも見えることには変わりありません。この通説はコウモリが音に頼って周囲の環境を把握しているから広まったのでしょう。もしくは世界を白黒で見ているからでしょうか。さて、金魚の記憶力はものすごく短いでしょうか。7秒ですぐ忘れると信じている皆さん、金魚って7ヶ月も物を覚えていられるんですよ。そもそもろくな記憶力がなかったら金魚は食べ物にたどり着けないじゃないですか。ねえ、親鳥は人の手に触れられたヒナを育てようとはしなくなるという通説、これも本当ではありません。これはほとんどの鳥で嗅覚が発達していないため、人間の匂いがそもそもわからないのです。例外となる鳥はハゲワシ、鋭い嗅覚を持っています。でもハゲワシをわざわざ触りに行く人間なんていませんから。怖がったダチョウは頭だけを砂に隠す、これもしません。この通説はダチョウの頭が体に対して異様に小さいから広まったものでしょう。遠目に見ると確かに頭を砂に埋めているように見えますからね。しかし本当にそんなことしたら息ができないんだからすぐぶっ倒れるに決まっています。また別の通説ではオポッサムが尻尾で枝からぶら下がることになっています。まあ確かに木に登るときに尻尾を補助として使いますけれど、体重全部を支えきるほどの強さはありません。美容体操の達人のオポッサムであってもぶら下がれる時間は数秒程度です。とある通説ではペンギンは飛行機を見上げると後ろにひっくり返ると伝えられています。何それ、かわいい。ところがどっこい、ペンギンは空を見上げていてもバランスを損なうことはありません。まあ飛行機が低空飛行でもすればペンギンたちを大パニックに陥らせることになるでしょう。犬は口でハーハー言うから汗をかかない。いいえ、実は犬は肉球で汗をかきます。それでも濡れた口を開けることで体温調節ができていることには変わりありません。猫の飼い主の皆さん、猫がゴロゴロ言うのは機嫌がいい時ばかりだと思っていませんか。しかしお腹が空いた時、体調が悪い時、怪我からの回復中という場合もあるんです。実はこのゴロゴロ鳴く行為が体の治癒に役立っているかもしれないという研究もあり、骨と筋肉の連携を正常化する作用があるんだそうです。スカンクに遭遇したら訪れる結果はただ一つ、しばらく臭い目に遭わされると思いきや、スカンクっておならをする前に逃げていくことが結構多いんです。あのおならと言われる匂う粘液はどちらかというと最後の手段、それを発射する前にスカンクは足や尻尾を鳴らして相手を追い払おうとします。どんな狼の群れにも頭がいると思いきや、実はそうとも限りません。捕獲された狼とは違い、野生の狼に他人同士の序列というものはほとんどなく、大抵の群れは家族です。そのためリーダーとなるのは親で、ただ子供たちが従っているだけだったりします。フクロウは頭を一周させることができるという通説、そんなことをしたらひどい目に遭います。それでも首の骨の特殊な構造のおかげで半回転以上は余裕でできます。亀の甲羅をつついても中の亀にダメージはないと思ったあなた、大間違い。亀の甲羅は生きた組織で神経が通っています。ですから甲羅が傷を負うと、それが元で亀が死んでしまうことすらあるんです。髪の毛を洗わないからシラミが湧くんだと昔の人は言いました。しかしシラミはそんな差別をいたしません。どんな方のどんな髪だってパラダイス、温かい頭皮があればそれでいいんです。多くの人が聞いたことあるでしょう、リンゴ1個で医者いらず。
リンゴが健康にいいことは間違いありません。食物繊維やビタミン C が豊富ですからね。でもそれだけで病気が倒せるわけではありません。食べ物を落とした時、3秒ルールは関係ありません。どちらかというと落とした場所の方がルールとしては重要です。例えばキッチンの床に落とした食品につくばい菌の数は、スーパーのレジカウンターの上に置いた食品が拾うばい菌の数よりも圧倒的に少なくなります。まあキッチンが掃除されていればですけどね。飲み込んだガムは7年かけて消化されるというのは嘘。ガムはその他の食品と同じで同じ時間で消化されてしまいます。ただ栄養分はほとんど入っていません。風邪は寒くなると引きやすいと思っていますが、実は研究では気温はあまり関係なく、ウイルスが影響していることが分かっています。寒い日の方が風邪に似た症状が出やすいため、そう思い込みやすいようですが、風邪からの回復などに関しても寒い気温は影響を及ぼさないんです。人は脳の 10% しか使っていないという通説。まあ私の知り合いはそんなやつばっかですけどね。おっと、今のはカットで。この通説の答えは脳。脳をスキャンして研究したところ、集中的に使用されているような部位はどこにもなかったそうです。しかし人間がまだ潜在能力を出し切っていないという話であれば、それはそうかもしれません。食事をした直後にプールに入ると良くないと言われていますね。また食事直後にジムに行くのも大変な目に遭います。しかし通説のように、そうするとプールで足がつると信じている人は、そんなのいつでも起こるってことを覚えておいてください。ムダ毛は剃ると濃くなるという通説、これは嘘だってことが研究で分かっています。しかし剃った毛は断面が広くなるため濃く見えやすいのは事実です。しかし色が濃くなった気がするのは本当に気のせい。七面鳥を食べると眠くなると思い込んでいる人はたくさんいます。まあ七面鳥に眠くなる物質が入っていることは本当なのですが、鶏肉にも牛肉にも同じものが入っています。七面鳥は祝日にご馳走として食べることが多いので、眠気の原因はお腹いっぱい食べたからかもしれませんね。人の体温は主に頭から放出されるという通説、これを考え出したのは帽子のセールスマンでした。実際に人が頭から失う体温はほんの 10%、 体温は皮膚の表面から全体的に失われていくものです。満月は人の思考に影響を与えるという通説、これは違いますが、満月の光が睡眠に影響を与えることはあり、これによって機嫌が左右されることはありそうです。昔のバイキングは角の生えた兜をかぶっていたと思いきや、そんな考古学的な証拠は見つかっていません。この通説はおそらく本や音楽の脚色から来たものでしょう。角の兜をかぶったバイキングを見れるのはせいぜいアメフトチーム、ミネソタバイキングスの試合といったところです。アインシュタインは学校の数学を落第したという通説、実際は微積分を15歳でマスターしたという大天才です。しかし言語で落第したために、最初は希望通りの学校へ進学することが叶いませんでした。しかし数学は合格基準を大幅に超えていたそうですよ。